最後にロブが上がっちゃったのって、まあ、ちょっと上げやすいやつだったんですよね。よっしゃ、うまい。三田さん、あれ詰めすぎちゃったね。少しワイドに弾んだボールが来たから、あれはロブが来るかもしれない。あんま弾んでなくてこの辺に来てるボールはこっちに打ちやすいんですよ。クロスの人がサイドケアというか、まあ詰めていいですよっていうやつで、さっきのこの辺にバウンドがポッコーンってしたので、そうするとラケット下に入れやすくてロブが上がりやすい。でこの辺に浅くてバウンドしてないボールをストレートとかストレートロブ上げたかったら、この軌道からちょっとこうやって外れて入ってこないとストレート方向には打ちづらいんですね。なのでここのボールに対してまっすぐこうやって取りに来てたら、基本的にはもうこっちがに来る、来やすい、体の向きからして、ここでこうやって変えない限りあのストレート方向にはならないので、なんかその辺の判断と弾んでるか弾んでないかとサイドに来てるかどうかで、あとはこの人の打ちか取りに行き方見て、捨てるところを捨てるっていうのを見分けられると、多分抑えるところを抑えられると思います。